ごきげんよう。ということで、ね、どうもトスさんです。ね、真ん中でね、図書って書いてあるね、女の子がね、お辞儀をしていると思うんですけども、これ僕の分身ですね。作ったっていうかね、分身で作ったんですね。で、まあ、ここにいるちょっとね、猫ちゃんはね、このゲーム内の人なんですけども、オンラインの人じゃないというか、ストーリーに関係する人ですね。うー、囚われの少女、うー、重い鎖につながれている。いや、どうした？そこどうしたって感じなんですけども、ちょっとね、ストーリーに触れる時間、尺がないので、ちょっとこの子には深く触れられないんですけども、もし気になる方いればね、ぜひミトラスフィアプレイしてみてください。ストーリーも結構充実しているんで面白いです。ごめんな、猫ちゃんごめんな。左に行きまして、もうこっちにいるともう全員オンラインの人ですね。まあ、海賊みたいな格好してるのはちょっと多分初心者というか始めたばかりの方だと思うんですけど、なんかサンタさんみたいな、なんかちょっとやべえ剣持ってるやつとか、ちょっとベテランの方だと思いますね。どうだろう、ちょっと見れない。あ、ランク51ですね。僕が今18ぐらいなんで、やっぱちょっと強い方ですね。いや、やばい剣持ってますもん、これ。で、こう見た目を変えられるっていうのもこのゲームの魅力でして、ちょっと変えてみましょう。まあ、アバターと、まあ、髪なんかもね、こう短くしたりだとか、まあ、これボーイッシュで俺好きだね。俺ボーイッシュな感じも好きなんで、ちょっとこれボーイッシュすぎるけど、まあ、これ感じ、この片目だけ隠してる感じ大好き。で、服装とかもこう変えられまして、せっかくボーイッシュなんで、ボーイッシュで統一してみましょうか。ごめん。これが俺のボーイッシュだ。つうかね、ボーイッシュが何なのかよくわかんないというのと、いや、僕は多分男の子風っていう感じだと思うんだけど、ちょっとね、素材もちょっと今のところ僕のランク18ではちょっと少ないっていうのもありまして、もっといろんなアイテムあればできたかもしれないですけど、これが僕の今のボーイッシュです。まあ、でも全然さっきと全然印象変わりますよね。で、見た目だけでね、これ、声も変えられるんですね。さっきのごきげんようはメイドさんだったんですね。こんな感じで。あ、声優陣もかなり豪華みたいですね。種類も豊富ですし。まあ、ちなみにさっきのごきげんようはこれだ。ごきげんよごきげんようってね、ちょっと似合わないじゃん、この格好には。なんでね、どうだろう、ボーイッシュって言ったらどれだ？カチキとか。わめくなバカ。わめくなバカ。悪いな。悪いな。ちょっとクールすぎるね。ボーイッシュってかクールだね、これだと。スーってなんだ、スーって。おやすみみたいな感じかな。もちゃちゃ。のちゃちゃー。そうですね、関西弁かな。許してよ。まあ、なんかこれ雰囲気ボーイッシュ。まあ、関西弁だからね。ええよーとかね。で、アバターなんですけども、今は、はじめしゃちょーさんのキャンペーン、はじめしゃちょーキャンペーンっていうのをやっておりまして、はじめしゃちょーさんがデザインした多分アバターを多分あるんですね。それを多分使うことができる。これがはじめしゃちょーさんのアバターなんですけども、最初ゾンビかと思ったんだけど、多分これはね、ゼリーですね。で、ちょっとさっきは簡単に勝っちゃったんですけど、ちょっと負けてみましょう。ハード、時間稼ぎ。出発しましょう。ソロでね。多分ね、これは俺負けるんだわ。もう HP が俺より明らか高いからね。もう余裕で負けるな。うん。すぐ負けた。
可愛いな、でも。まあ、一人じゃ勝てねえんだよってことですね。でもこれちょっと仲間を募集しましょう。これもゲームの魅力だと思いますね。この鍵ついたクラゲちゃんに話しかけます。妖精飲める深夜夜に一緒行きませんか？これを夜ハードにします。OK です。これで私の部屋ができるんですね。夜ハード助けてください。誰でも OK です。まあこうやるわけですね。すると僕の意見が、意見というか言葉が反映するので、誰か来てくれるといいんだけどな。あ、来たね、ディニルさん。よろしくなーとか、あ、ちょっと待って、ルームにしてからよろしくなーって。あ、また来た来た、いっぱい来たじゃん、いっぱい来たじゃん。よろしくな。ちょっと待たせるとは。あ、みんないい人、みんないい人、やりましょう。マナーがいい人ですね。で、これでさっき負けたところにみんなで行くわけだ。もう逆襲よ、逆襲。おい、みんな連れてきたぞ。7283、パルさん、8510。いや、もう戦闘力が5万とか言ってますからね。あ、あ、もういなくなっちゃった。あ、俺は後ろで回復してるわ。やるやんけ、やりすぎや。まあもうこれでね、もうさっき、まあランク高いんだけど、すごくさっきね、負けちゃった敵に仲間がいたことに勝てたっていうことですからね。ちょっとランク高すぎるんですけどね、同レベルぐらいの人たちと一緒にやると、まあ難易度的にも楽しくなりますよね。まあぜひそこら辺は友達と一緒にやってみてください、皆さん。まあリアルフレンドと一緒にやるのも楽しいですよね。だからまあ野良の方と一緒にやっても全然楽しめますけど。一つ質問よろしいですかと。準備ええか？準備ええか、ちょっと上から目線ですけど、すいません。図書庫って知ってますかって。許してや。もう最初から謝っとこう、なんか。ありがとうございました。まあこの装備、武器の種類で戦いますね。武器の、なんだろう、種類というかデッキで。武器によって能力が違いますね。例えばこれ、スチールアロー、水属性、敵全体に物理ダメージ中、敵全体に物理比ダメージアップっていうかやつですね。まあ龍神寺っていうのはちょっと左側に溜まっていくと、なんかパワーアップできる、変身できるみたいな、大技を放てるみたいなゲージがあるんですけど、それを溜まった時に放てる効果、放った時に出る効果ですね。これ。まあ水属性なんですけども、もちろん火の属性、火属性の魔物に強いっていうことになりますね。で、右に行きまして、これ光属性ですね。これは闇属性に強いです。まあ、光は闇にも、からも大ダメージ食らっちゃうんだけど、お互い弱点みたいな感じなんで、光と闇は。まあ、これもさっきと効果一緒なんですけど、まあ、属性だけ違うって感じですね。
で、こう赤い円で囲まれてるのは全体攻撃で、囲われてないのは単体攻撃なんだけど、ダークウェアっていうのは単体のやつなんだけど、敵単体に猛毒を付与っていう感じで、ちょっと弓術師っぽいですよね。毒の蓄積ダメージを与えられます。こっちは種族特攻という怪獣っていう種族のに多分ダメージを多く与えられるやつですね。で、これちょっと青い矢印書いてあると思うんですけど、これはあの他のやつと違って、他のやつは敵に対する非ダメージがアップ、敵が受けるダメージが増えるんだけど、これは味方が与えるダメージが与える感じで、まあなんか味方の攻撃力が上がる感じですよね、どっちかといえば。で、これが回復ですね。まあ、ちょっとざっくりした説明なんですけども、こんな感じですね。他にも僕が今弓術師でやってるんですけども、弓術師とか剣術師とかもいまして、剣術師はまあ攻撃力が高くて、まあアタッカーみたいな存在で、弓術師はまあ守りが得意でみんなの戦闘になってダメージを引き受けるみたいな役割を持ってますね。まあそんな感じで職業ごとに役割が違うのもポイントですね。他にも魔法使いなどいろいろいます。まあ剣術、弓術、青銅士、中銅士、魔導士ですね。まあ、だからいろいろ戦略を立ててパーティー組んだりして戦えるっていうのもこのゲームの魅力だと思います。この矢印が右についてるのは前に出るっていうやつで、前に出ると与えるダメージも増えるんですけど、敵から受けるダメージも増えるんですよ。で、左に向いてるのは逆で、受けるダメージは下がるけど与えるダメージも減るってやつなんですけど、まあ、これどういう時使うかっていうと、敵が大技してきそうだ、攻撃してくるなって思ったら下がるみたいな感じなんですね。まあ、そういった感じで戦略的に戦えるっていうのも魅力ですね。もし仲間に弓術師の人がいたら、弓術師の人は前衛に行ってもうあの防御しまくるみたいな、防御をするアクションがあるんですけど、弓術師は防御じゃないや、防御力上げるアクションがあるんですけど、他の人より防御力が高いんですよ。だからどっちかって言ったら、弓術師、弓術師は後衛に回ってチクチクやるタイプですね。どっちかって言ったら、なんか右に向いてるやつの方が多いけど、ははは、やっちまった。まあ、でも敵から攻撃来そうな時だけ下がればいいと思ってるんで、全然問題ないです。多分。で、ガチャなんですけど。俺もちょっとやったことあるんだけど、詳しく知らなかったんだけど、確定が金色、そうですね、確定って文字が金色になったら、あのピックアップ文具っていうのが出てきて、飛んでくる弾があんのよ。飛んでくる弾がね、あの虹色になったら、あのレアな武器、星4個のレアな武器が登場するっていう、なんか演出があるらしいんですね。そこを楽しんでくださいって言われてるんで、まあ、楽しめっていう。俺はもう漠然とそんな演出知らなかったので、うわ出てきたって楽しんでたんだけど、天界祭、風属性、職業にしよう。ちょっと分かんないから、俺弓術師、弓術師だから、はい、これ無料ですね。無料でガチャれます。結構ここら辺課金しなくても楽しめるとこですね。で、確定が金になったらいいっていう話。あ、これ虹色になったらいいって話。なんか出てきた。え、いらなくね?確定ってなんだ、確定っていう金色の文字が出てきてなかったね。虹色にもならなかったね。あ、そうか、確定っていうあの金色の文字が出てくるわけ。いけ。あ、これも虹色にならないね。お、あ、なんか演出違くない？なるほど。なんか星2個の時より輝かしかったね、確かに。あ、そういうこと？演出ってそういうこと？なるほど。じゃあ確定っていう黄色の文字見たいね。虹色の玉も見たいね。
これが虹色になるって話よ。お、これ星3だね。ありがとうございますあ、これがピックアップ防具ってやつか。出現武具一覧ってあるもんね。あ、強いわ確かに。極大って書いてあるもんね。あ、10連ガチャやりましょう。じゃあはい、確定。はいはいはい、ならないね。え、なんかいっぱい落ちてきたよ。でもなんこれ、私の涙ですか。いや星3個やないかい。あ、なんか来た、なんか来た。え、あそういう感じなの。あ、一気に来るわけなの。レジェンダリー1個入っとったけどさ。あ、意外と入っとるやん。でもえ、いいんじゃないのこれ。あ、スーパーレア。あ、もう最後スーパーレアだった。もうできない。でもう一つキャンペーン、ミトラスフィアさんやっておりまして、11日間、毎日1日1回だけ参加できるっていうミッションがあって、まあ1日1回、全部で11回クリアすると11回応募する権利になるんですけども、かなり豪華な景品が当たります。こういったものですね。まあ本当に豪華ですね。まあこれを11,111名様に当たるらしいですね。まあ、期間としては11日間なんですけど、ちょっとまだ何日からっていうのは判明してないんですけども、もしこの景品興味ある方もね、ぜひミトラスフィアやってみてください。まあ、景品に限らずともね、普通にゲーム自体が面白いので、ぜひおすすめなんですけども、ぜひ興味のある方は概要欄にダウンロードリンク貼っておきますので、概要欄からダウンロードしてみて、でやってみてください。バイバイ。